はい、こんにちは、ヒカックゲームズです。今日もですね、動画の方やっていきましょう。今日のウィリアプレアラルはこちら、ハオさん。寝起きと寝る前、やけにウイレが強くなる。かっこ多分俺だけということで。まあ、これ僕は寝起きはぶっちゃけ微妙なんですけど、寝る前結構強くなる説っていうのは提唱したいなと思ってて、僕も結構強くなって、なんかね、寝る前にちょっとだけやろうと思うと、あ、今日俺強えわ、みたいな感じで結構やっちゃうっていうのがよくあるので、今日紹介させていただきました。ということで、今日ですね、動画やっていきたいと思うんですけど、今日ちょっとですね、動画の前に、新しいコーナーやっていきたいなと思ってて、でこれ何かっていうと、昨日ですねツイッターの方でもちあんころさんという方からリプいただいたんですけど、こんな感じ、今日のウイレアプリあるあるみたいな感じで、動画の最後にレベル1時の能力値を見せてどの選手か当てるコーナーやってほしいっていう意見があってですね、あ、これ結構面白いなと思って、なんでかっていうと、ツイッターで今結構流行ってて、ツイッターに能力載せてこれ誰でしょうっていうの流行ってるんですけど、これちょっとやってみたいなと思ったので、今回はですね、今これから僕レベル1の能力見せるので、それ見ていただいて動画の最後に選手発表します。なので、まあ最初ね見ていただいて、あ、この選手かなって予想して、で動画楽しんでいただいて、最後にもう一つ楽しみがあるみたいな感じにできたらいいかなと思うので、まあお試しではあるんですけど、今日やらせてください。ということで、今日の選手はこちら。わかるかな、ヒント3つを出します。1個、誰でも知ってます。最初なので誰でも知ってる選手選びました。で2個目、黒玉です。黒玉のフォワードの選手です。で3つ目、移籍で話題になりました。ということで以上になります。答えは動画の最後でお話しますので、楽しみにしてみてください。ということでですね、今日の動画になるんですけど、今日の動画はですね、2019の、能力値最新情報をお伝えしていきたいなと思います。最近結構やってるんですけど、まあ続々とまた新しい選手たちの情報出てきてますので、その辺をですねレビューしていきたいなと思っております。まあ2019のね据え置き版も来週かな、8月8日に体験版が出るので、そこで結構また能力出てくると思うんですけど、そこに向けて多分最後の動画になるかなと思います。もしかしたらまだ出てくるかもしれないですけど、一応最後として結構いろいろまとめてきたので、全部で10名ほどですね紹介していきたいなと思います。ということで早速まず1人目いきましょう。はい、まずはですねビニシウス・ジュニオール選手、はい、来ましたね。こちらはレアルにもう加入してもう出たのかな、確か記事見た感じだと ICC で、7月の30日かなんかにもう移籍後初出場したっていう意見聞いたんですけど、若干18歳のですね新生能力値出てまいりました。これはなかなか面白いですよ。いやでもね、改めて18歳ってすごいなって考えてたんですけど、僕18歳の時何してたかっていうと、僕バスケ部だったんですけど、まあバスケと女の子にしか興味なかったですね。はい、まあそれを考えるとビニシウス・ジュニオールね、まあムバッペとかもそうですけど、いや若い年で活躍するって本当にもう尊敬しかないなと思ってます。はい、でまあそんなことはさておきなんですけど、能力値こんな感じになってて結構上がってますね。総じて上がってて、まあ総合値も6上がってるので、それは能力も上がるだろうって感じなんですけど、総合値的に言えば銅玉からまあ有能銀ぐらいまでは上がってて、能力で言うとスピシュンはね、もともと84、86とまあまああったんですけど、ここが瞬発力プラス2強化されて、さらにですねパスやボールタッチ精度が上がったっていうのはかなり使いやすくなるかなと思ってますね。特にフライパス10、決定力5、ドリブル6、グランダパス6とか、上がり幅が大きいので、これは期待したいなと思います。かなり使いやすいと思うので、今もしね銅玉で手に入れてる方はぜひそのまま取っておいていただきたいなと思います。スキルも増えてますし、ちょっとプレイスタイル分かんなかったんですけど、まあおそらくラインブレーカー維持になるかなと思います。はい、ビニシウス・ジュニオール選手ですね。では次行きましょう。はい、次はですねピケ選手。まあピケとボヌッチこの後紹介するんですけど、この2人はちょっと前に出てて、まあまあまあ改めて僕の方ではまだまとめてなかったので、今回まとめさせていただきました。で結構能力値激しいですよね。かなり上げ下げ激しくて、ほとんどの能力がなんか変わってたりするんですけど、能力で言うとまあスピード瞬発が若干強化されてて、68、66ということでかなり低かったのが、これがプラ7プラ3になってて75、69。はい、まあ引き続きそこまで高くはないですけど、結構ここがいいかなっていうのと、まあセンターバックとしてね必要な能力、ボールダッシュ、ディフェンスセンス、ヘディング、ジャンプ、この辺もね結構上がってきてるので、普通に強化されてるなという印象です。はい、あとは特にね根安7から8、これもいいですよね。はい、8っていうとなかなかいないので、素晴らしいなと思いました。でスキルは新しいインターセプトっていうのが強化されてて、プレスタイルはそのままかな。はい、そんな感じになってるかなと思います。でまあピケね見るとね、もうハリーポッターのハグリッドしか僕思い浮かばなくて、いつもちょっと笑いそうになっちゃうんですけど、まあでも使う人
ちょっとは増えるかなって感じですね、2019で。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、ボヌッチ選手になるんですけど、ボヌッチはね、パッと見た感じでも青が結構多いと思うので、なかなかしょげーって感じなんですけど、総合値としてもね、88から86に落ちてきてます。で、ボヌッチは結構18の時の特徴から、まあ、ビルドアップとか、ボールタッチ系の能力が高かったので、ボール奪った後にそっから結構展開できる選手だったんですけど、その辺の能力が結構落ちちゃってるんですよね。はい、グランダーパスとか、ドリブル、ボールコントロール、この辺も落ちちゃってるので、ここほんともったいないなーって感じですね。あとはセンターバック系のね、ディフェンスセンスがマイナス4だったりとか、ジャンプマイナス4とか、この辺もね、ちょっとね、悔しいですけど下がっちゃったなって感じですね。まあ引き続きスキルはすごく多くて、プレスタイルも多分ビルドアップなんですけど、はい、能力としては結構下がっちゃってるなという感じです。はい。では次行きましょう。はい、次はですね、イニエスタ選手。イニエスタ選手は正直能力ほとんど変動ないですね。オフェンスセンスがマイナス3、ボールコントロールがマイナス1になってて、逆にフライパスプラ2、ボディコントロールプラ2ということで、あとスキルが増えてるか。まあそれ考えると総合的には変動ないんですけど、能力としては一応上がったと言えるかな。はい、そうかなと思います。で、イニエスタに関してはスペイン代表を一応もう引退してて、まあ今回ね、ワールドカップ後からヴィッセル神戸にやってきてるわけなんですけど、多分2019は搭載なのかな。まあスペイン代表扱いとして搭載されるんですけど、まあちょっとわかんないですよね。代表引退してるってこともあるのであれなんですけど、まあまあまあ搭載されるかなと思います。はい、イニエスタ選手ね、ヴィッセル神戸での活躍もかなり期待していきたいですね。はい、ということで、次行きましょう。はい、次はですね、セメド選手。これ結構使ってる方多いんじゃないかな。僕も結構お気に入りの右サイドバック、バルセロナの右サイドバックの選手なんですけど、この選手総合値的にはステイなんですけど、個人的には結構弱体化したかなという印象ですね。で、能力で下がってるのはキック力マイナス10、ボディバラマイナス8、この辺もちょっと痛いんですけど、根安ですよね。何より根安が7から6に下がってるのが結構痛いですね。で、瞬発力強化されてて、今回スピードも瞬発も90両方乗ったという形になるので、相変わらずここはすげえスピードだなと思うんですけど、まあ根安評価して使ってる部分も結構あったので、これだったらね、ちょっと右サイドバック違う選手使うかなっていう風になっちゃうかもしれないですね。はい、でスキルは軸裏ターンがプラスされて、プレスタイルは引き続き攻撃的サイドバックになります。ではですね、次行きましょう。はい、これはですね、いいですよ。ロセルソ選手、パリサンジェルマンのロセルソ選手なんですけど、ここまでね、能力来ました。ここまで上がってくるとはって感じだったんですけど、はい、こんな感じになりました。で、総合値がですね、78から82ということで大幅に4つアップしてたので、まあかなり期待してたんですけど、すげえ上がってますよね。はい、まあ今銀のね、ロセルソ持ってる人は、まあ手持ちの更新あるかどうかってまだ確定ではないですけど、絶対残しておいた方がいいと思います。はい、まあ能力もいいし、スキルも豊富だし、いやー素晴らしいですね。で、瞬発力だけマイナス4なんですけど、それ以外全部上がってますからね。まあ後半とか怪我体制とかは別として、能力値的なところで言えば全部上がってて、で個人的にはね、得点能力の大幅強化っていうのがありがたいですね。オフェンスセンスもプラ2で、決定力プラ14ですからね。64から78まで一気に上がってて、まあ78でもね、若干物足りないところではあるんですけど、まあロセルソそもそもミッドフィルダーの選手なので、それ考えると結構上がってきてるなという感じですね。これはかなり期待していきたい選手の一人になるかなと思います。はい、では次行きましょう。はい、次はですね、セルジュロベルト選手になります。でセルジュロベルトは総合値いろいろ変化してて、1回84とかっていう総合値もあったんですけど、最終的には82に落ち着いてるかなという感じです。で、まあ能力の上昇からしても、これ84ではないかなって感じですね。なので82が妥当だと思います。で、能力こんな感じですね。はい、まあ強化されてることは間違いないですし、まあ思ったより上がらなかったんですけど、はい、まあ強くなってるかなと思います。で、スキルが闘争心プラスされて、はい、プレスタイル追加されましたね。もともとなかったんですけど、2019で攻撃的サイドバックが追加されるみたいですね。なので、まあね、攻撃的サイドバックもついたということで、ハードなプレイに期待していきたいと思いますね。はい、深い意味はないですよ。はい、では次行ってみましょう。はい、次はですね、ドンナルマ選手。こちらもね、若手の今後に超期待したい選手なんですけど、意外と上がんなかったですね。はい、まあまだ若いので、これからどんどん強くなって、多分2020とか黒玉になってもおかしくないとは思うんですけど、まあ総合値82から83で、ゴールキーパー系の能力も全体的に強化されてるかなという感じです。はい、プレスタイルもともとなかったんですけど、2019で攻撃的ゴールキーパーが追加されるということで、まあこの辺も期待していきたいなと思います。はい、ではですね、次最後行きましょう。はい、最後はですね、フランス代表のロリス選手。はい、これですね、まあ結構前から能力値出てたんですけど、改めてちょっとまとめたんですけど、いやーこれちょっと弱体化してますよね。総合値ステイなんですけど、やっぱ根安マイナス2がちょっときつすぎる。はい、根安6から4に下がってるので、
いやー、これはかなり使う人減るんじゃないですかね。はい、まあそんな感じかなと思います。で、まあただフランスね、これワールドカップ優勝してて、これワールドカップの補正かかってないと思うので、ワールドカップ補正でどうなるかですね。まあ決勝若干ミスとかしてましたけど、その辺ね、あのちょっと期待しながら、まあさすがにちょっとは上がってくると思うので、あのこのままではないと思うんですけど、一応現時点だと結構弱くなっちゃってるかなって感じですね。はい、まあロリスって聞くたびにちょっといろいろ思うところあるんですけど、これはちょっとこの動画では言えないかなと思いますね。はい、ということで今回ですね、結構たくさんいろいろ選手紹介させていただきましたし、10分ぐらい喋りっぱなしで結構僕も疲れちゃったんですけど、結構いろんなね比較できて僕自身もすごく楽しかったので、ぜひですね、あの皆さんも見ていただいて、選手残すか残さないかとか育成の参考にしていただけると嬉しいなと思います。ということで今回ですね、動画以上で終了していきたいと思います。もしかしたら今日もう1本あげるかもしれないですけど、今日ちょっと大事な大会あってね、あの上げられない可能性もあるので、明日の動画でお会いしたいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。この後ですね、選手クイズの答え発表しますので、ぜひ見てください。じゃあね。